僕が決めてもええやん。それやってもうて。登りましたということで、これで恋人の聖地に選ばれていて、雪の鐘がありました。大阪側も、奈良県側も大変雄大な眺めです。はあ、すごい眺め。これ登ったんですかね。こういうことですよね。恋人の聖地あるかな。高坂さんめっちゃ食いついてるけど関係ない。行きたいやん。次奈良の人付き合ったら、あ、そうか、奈良の人探さなきゃな。前の彼氏の仕方で、じゃあそんな池ちゃんさんにも500円のクオカードを差し上げます。おめでとうございます。さあ続いては、はい、藤坪さんの